活躍を続ける大谷選手に頭を抱えるチームメイトが続出しているそうです。投打ともに活躍を見せ、エンゼルスの勝利に貢献し続ける大谷翔平選手、その活躍ぶりにチームメイトからも称賛の嵐かと思いきや、意外な光景が目撃されました。6月28日のホワイトソックス戦での出来事です。大谷選手は2番投手として先発出場、6回途中を投げ10奪三振1失点、打者としては2本の本塁打と、この日もメジャー史上最高の活躍ぶりを世界に見せつけました。その裏で話題になったのは、大谷選手が2本目の本塁打を放った瞬間です。点差を広げる2本目の本塁打に歓喜するチームメイトの中で頭を抱えている選手がいました。その選手とは、大谷選手の相棒を務める捕手のチャド・ウォーラック選手。この光景はツイッターでも拡散され、ウォーラックも驚きを超えて呆れる、ウォーラックは絶対ショックだ、味方もドン引きホームランと一躍話題の中心となりました。実はこの本塁打の直前に大谷選手は爪が割れたため降板していたことをご存知の方も少なくないでしょう。100球を投げ、しかも万全なコンディションではない状態であったのにです。試合後、ウォーラック選手は、試合がどんどんクレイジーになってる気がする、彼の活躍には今でも驚いてしまうよとコメントしています。またこの試合を中継していた放送局の実況席からも驚きを通り越して唖然としたコメントが上がっています。スポーツ専門チャンネルバリースポーツウェストで解説を務める元エンゼルスのマーク・グビザ氏は、大谷選手の偉大さは言葉では言い表せないのです。現実とは思えません。人間ではありません。これはとにかくワオワオとしか言えませんよとコメントしました。またイリノイ州の放送局 NBC スポーツシカゴで解説を務める元ホワイトソックスのゴードン・ベッカム氏も、あの顔はホワイトソックス側で見られるべき、ただただワオですと舌を巻いていました。2人の解説者が揃って言葉を失う、そんな衝撃を与えていました。この本塁打の凄さをベッカム氏は次の通り解説しています。投球が低めのチェンジアップで良い球だった、それを片手で軽く打っただけなんだよ、400フィート超えだ、これがどれだけ異常なことなのか言葉で聞くだけでも想像できますね。大谷選手の元同僚で現在はホワイトソックスで活躍するキーナン・ミドルトン選手からも、クレイジーだよ、もう脱帽だった、3年間一緒にいたから驚くことはないけどリスペクトするね、普通じゃない、誰もできないようなことだと敬意を表するコメントが寄せられました。毎日のように新たな記録を生み出している大谷選手、6月28日のホワイトソックス戦では2桁奪三振が16回目となり、メジャートップとなりました。先発投手の複数本塁打も2019年のザック・グリンキー選手以来の記録。しかし大谷選手が更新した記録はこれだけではなかったのです。米野球データ会社コディファイは、平均一塁到達スピードが速いホームラン打者トップ10を発表しました。上位3人は次の通りです。1位大谷翔平選手 4.16 秒、2位ライリー選手 4.51 秒、3位アルバレス選手 4.59 秒。2位のライリー選手と比べても大谷選手の一塁到達速度が非常に速いですね。このランキングについて同局は次の通り解説しています。ホームラン打者はパワー重視でフルスイングする傾向が強い中、大谷選手は群を抜いて速く、首位打者争いへ有利となりそうだ。到達速度が速いということは出塁率が高い。先ほどのランキングで2位のライリー選手の出塁率が3割3分5厘なのに対し、大谷選手は3割9分。この数値からも大谷選手の機動力の高さがよくわかりますね。その他にも非常にマニアックな記録でも大谷選手の名前が上がり話題となっています。
そんなマニアックな記録を紹介したのは MLB 公式のサラ・ラングス記者と米スポーツ局 ESPN のスタッツ&インフォの2社です。1ヶ月の最多奪三振と10本塁打以上、1ヶ月の最多本塁打と30奪三振以上、この2つを大谷選手が上位独占。投手として10奪三振し、打者として3安打以上を1試合で記録した通算最多では大谷選手は2回目の記録。この記録は1950年から60年代に活躍したカミロ・パスカル氏の3回まであと1回と超えるのはもう間近かもしれませんね。そしてこんな記録でも大谷選手の名前が挙がっています。1893年マウンドが現在の距離に移動して以来、13振&2本塁打を1試合で決めた6人目の選手。1973年のリック・ワイズ選手以降、1ヶ月で投手として先発登板した少なくとも3試合で本塁打を放った最初の投手。いくつの記録があるのか不思議になるほど非常にマニアックな記録でも、大谷選手は記録を更新し続けていることが分かります。全ての記録が大谷選手によって更新されていくのかもしれない、そう思えるほどの活躍を日々見せてくれますね。これほどまでに多くの記録を更新し続ける大谷選手、大谷選手の記録更新を称賛する際によくベーブ・ルース氏以来の偉業であると表現されることが非常に多いですね。この表現に脳を突きつけたのはコリファイです。同局公式ツイッターで、大谷選手はこれまで3年連続30本塁打かつその間に502奪三振を記録している、一方でベーブ・ルース氏は30本塁打のシーズンで3奪三振以上を記録したことは一度もない、マジでだ、ベーブ・ルース以来と呼ぶのはやめろ、大谷翔平は唯一無二なのだと投稿しました。この投稿に野球ファンからは、大谷選手とルース氏は一緒ではない、ルースは投手から外野手に転向した、一方大谷選手は投手と打者を両立し続けている、これを成し遂げていることは一生に一度の才能である、大谷選手は何者とも比較することができない、批評家は大谷選手が唯一無二であることを受け入れる必要があると肯定する意見が多く寄せられています。これからは翔平大谷以来となるだろうね、そんな言葉まで上がっています。 MLB の長い歴史の中でベーブ・ルース氏が二刀流の礎を築いたとされています。そんなレジェンドとの比較に終止符が打たれる、そんな歴史的な活躍を見せている大谷選手がいかに偉大な存在であるかが伝わってきますね。生ける伝説とも呼ばれている大谷選手には MLB でもファンを公言する選手が多くいます。ファンを公言する選手の筆頭がゲリット・コール選手です。コール選手は大谷選手について、みんな投打の両方か複数ポジションでプレーしたいと思っている、野球をしている子供たちは全部やりたいと思っているだろう、そんな夢を実現しているのが大谷選手だと、野球選手の夢を実現していること、多くの野球選手に夢を与え続けていることを大絶賛しています。そんなコール選手との対決はもちろん、迫力満点打者大谷選手との対決では20打数4安打、打率2割、本塁打1本、3打点とコール選手が抑え込んでいます。また投手対決は未だ実現しておらず、日々進化を遂げる大谷選手の対決には非常に注目が集まっていますよね。そしてもう一人大谷選手と関わり深い選手として、ジャスティン・バーランダー選手がいます。バーランダー選手とは初対決で4打席連続三振で完敗し、大谷選手が最も印象に残った投手と名前を挙げ、その強さを語りました。一方のバーランダー選手も大谷選手の二刀流に、彼のやっていることは本当に素晴らしいことだ、長い間野球を見てきて最もクールなことなんだ、どれ肌が立つよと最大限の賛辞を送っています。2022期アーロン・ジャッジ選手との MVP 争いを繰り広げていた際、バーランダー選手は取材の中で大谷選手を MVP 候補の筆頭として挙げていました。
大谷選手を推す理由を記者に問われた際には、彼はリーグの投手トップ10に入るし、リーグの打者トップ10に入る。彼に投票しないという選択肢を選ぶのは難しい、とコメントしています。バーランダー選手との対決も非常に注目されていますが、2023期よりバーランダー選手はメッツへ移籍したため、対戦機会が少なくなりましたね。数少ない対決が実現するときには、非常に注目を集める試合になるかもしれませんね。また、アストロズのダスティ・ベイカー監督も、ことあるごとに大谷選手への賛辞を送っています。米テキサス州放送局、FOX26 ヒューストンの取材を受けた際には、大谷ルールの制定に触れ、彼はルールを変えたんだぞ。どんなものでもルールを変えたものは偉大な選手なはずだ、と大谷選手の偉大さを強調していました。加えて大谷選手の人柄にもぞっこんな様子で、ファールボールを放てばスタンドの観客を心から心配している、試合前には毎回私に会釈をしてくれるんだ、と称賛のコメントを寄せています。多くの MLB 関係者が大谷選手の虜になっているのが分かりますね。毎年注目を集めるのがやはり MVP 争いです。予想ランキングが発表されてはファンや関係者が一喜一憂するのも恒例ですね。そんな MVP 争いについて衝撃のコメントが寄せられました。バリースポーツウエストの中継で実況をするウェイン・ラダズゾ氏は、大谷選手の活躍を見てありえないことだ、 MVP が6月に確固たるものになるなんて、と興奮気味に語りました。今年のア・リーグで大谷選手以外が MVP になるなんてありえないことだ、馬鹿げている、ほとんど別次元だ、と6月の時点ですでに MVP 級の活躍を見せる大谷選手に驚きの言葉を並べました。米メディアバースツールスポーツの公式ツイッターでは、もう今大谷選手に MVP をあげちゃおう、とツイートされました。これにはいっそ MVP を大谷賞にするべきだ、早いけど完全同意だ、彼は毎年 MVP になるはずだ、審査員の MVP は全くの冗談だ、と称賛のコメントが寄せられています。 ESPN のパッサン記者も大谷選手の活躍に驚きながらも次のようにコメントしています。大谷選手はこれ以上進化しないと思っていた、でも実際は毎日進化している。米 FM 局 WBZ も同様に、大谷選手はすでに球史でも最高のシーズンを送りながらも、なおかつ進化を続けている、すでに史上最高なのにどういうわけか進化し続けているのだ、活躍をするたびに史上最高と呼ばれるが、その基準が日々更新されている現実に驚き以上に困惑しているのが伝わってきますね。今後さらにどんな進化を遂げてくれるのか、大谷選手の活躍がとっても楽しみですね。あなたはどう思いますか？あなたの意見もぜひコメント欄に書いて教えてください。また大谷選手を応援している、活躍をもっと見たいという方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますね。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。